セ a ブドフロムザタイタニックは1912年に制作されたモノクロサイレントのアメリカ映画である。同年に発生したタイタニック号事故を題材にした最初の映画として知られている。主演と脚本を兼任したドロシー・ギブソンは実際にタイタニック号事故から生還した人物である。この映画は2週間足らずの期間で撮影され、 事故発生から約1ヶ月後に早くも公開された。タイタニック号の場面での彼女の衣装は事故に遭遇した時に着用していたものだという。この映画は本国、アメリカのみならずイギリスやフランスなどでも大ヒットした。なお、この映画は1914年のスタジオ火災で唯一のプリントが消失したため現存していない。若い女性ドロシーは 彼女の両親と婚約者にタイタニック号で遭遇した事故の体験を物語る。婚約者は船員だったため、両親は会場での危険を連想し、二人の婚約は障害に直面する。セーブド・フロム・ザ・タイタニックはカラーを使用した最初期の映画の一つである。ほとんどの部分はモノクロだが、二つの場面はキネマカラーで撮影された。 事故で死んだと思われていたヒロインのドロシーが両親の元に帰ってくるシーンと最後にドロシーの父親が二人に結婚の許しを与えるシーンである。ありがとうございます。